皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回はですね、結構私普段からスニーカーが好きでよく履いたりとかしてるんですけど、最近新しく買ったスニーカーがありまして、昔からねあるものなんですけど、結構今海外とかでも履いてる方が多いなっていう風に感じていて、私も今一番気になったスニーカーがあって、それをねゲットしましたので、そちらを紹介していきたいと思います。で、それを使ったコーディネートもいくつか組んでいこうかなと思っておりますので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、では早速紹介していきたいと思います。まずそのスニーカーがじゃじゃん、こちらでございます。オニツカタイガーのメキシコ66っていう、めちゃくちゃあのアイコン的なすごく定番な、スニーカーなんですけれども、これのねイエローです。私あんまりこのなんて言うんだろう、こういったカラーがしっかりとあるスニーカーっていうのをあんまり持っていなくて、今まではやっぱりこう使いやすくてホワイトとかブラックとか無難なスニーカーだったりとか、色入っててもちょっとワンポイントとかなんかラインとかそういうのが多かったんですけど、もうがっつりこのイエローのスニーカーをゲットしました。これがね、まあ、本当に昔からあるとてもオニツカといったらみたいな感じのモデルなんですけど、これが最近私は一番気になってたシューズ で、多分これから人気が出ていきそうだなっていう風に私は感じたので、こちらをゲットいたしました。このスニーカーは結構なんかスタイリッシュな印象があると思うんですけど、最近私持ってるけど、あるいはそのサンバとか結構人気だと思うんですけど、ああいうのも割とスタイリッシュな形だと思います。ちょっと前っていかにゴツめかっていうのが結構トレンドだったかなって思うんですけど、最近の傾向的には割とこういったシンプルなスニーカーっていうのが私的にはトレンドになってきているのかなっていうふうに思います。私今回初めてかな、オニツカのシューズ買ってみたんですけど、このスニーカーは、まあ、履いていくうちにどんどん味も出てくると思うんですけど、もともと割となんか味のあるっていうか、ちょっとこうヴィンテージっぽいような感じのスニーカーになってるなーって私は感じました。ちょっと細かいところなんですけど、なんかこういったところとか、私まあこのシューズ何回履いたかな、まあ、2、3回ぐらい履いたんですけど、もうすでにちょっとなんか味っぽい感じの雰囲気が出てきていて、それもまたね可愛いなって思います。ちょっとこう履き鳴らした感というか、結構メキシコ66いろんなカラバリがあって、なんかもう本当にめちゃくちゃ金ピカのやつとか真っ白のやつとかいろいろあるんですけど、イエローがなんかコーデのアクセントにもなるし、今年の2023年の SS のトレンドカラーもイエロー入ってきているので、まあそういった面でもこのイエローカラーがとてもいいなと思ってこちらにしました。なんか足元の色味ってそんなにこう大きくないじゃないですか、面積が。だから割となんか普段あんまり色を使わないっていう方でも、逆に足元だけ色使うのも可愛いし、お洋服とかこういったね空物とかよく着るっていう方でも、なんかそんなにこう喧嘩しないんじゃないかなっていう風に思うので、普段あんまり色物のスニーカーとか履かないっていう、私もそうだったんですけど、っていう方にもすごくおすすめなスニーカーです。とてもスタイリッシュなので、結構いろんなコーディネートに合わせやすくて、私もねちょっとこれからめっちゃ履きそうだなって思ってます、このスニーカー。系統的にはその海外系のちょっとヴィンテージっぽい女の子とかが履いてる印象がありますね。カーゴパンツとか、あとレザージャケットとか、なんかまあどっちかっていうとこうボーイッシュな感じのファッションとかが多いのかな。まあ、あとはなんか逆にミディスカート、膝ぐらいのスカートに靴下、ちょっと長めの靴下履いてこのスニーカー履いてみたいな、ジャンルの名前が分かんないんですけど、そういったファッションしてる海外ガールがよく履いてるなっていう印象があります。私も結構最近そういったコーディネートが気分なので、これはもう持っておかないとと思ってゲットしました。でサイズ感は、私いつも25センチを履いてるんですけど、これも25センチにしたんですが、やっぱりこれスリムなスニーカーになっているので、私足の横幅があんまりないタイプだから割とぴったりと履けたんですけど、多分足の横幅がちょっとあるとか足の甲の高さがちょっとあるっていう方は、ハーフサイズ 0.5 か1センチぐらい大きくてもいいんじゃないかなっていう風にも感じました。結構ほんとスリムなので、幅がある方とかだといつものサイズとかだとちょっとちっちゃく感じるかもしれないです。でもクッション性もしっかりとあって、まあ、やっぱりこうスッとスタイリッシュな形になっているので、とても歩きやすいですね。軽いしっていう感じです。はい、ということで今日はこれを使ってコーディネートをいくつか紹介していこうと思います。ではコーディネートを組んでいきます。はい、ということでまず1コーデ目こんな感じにしてみました。じゃじゃん。これ
ングはですね、まあ、私がすごい個人的には好きな感じのスタイリングなんですけれども、まあ、やっぱりこのオーバーサイズのジャケット、先日も引き続きちょっとこういった大きめのジャケットがでもトレンドになってきているので、まだまだこの押さえておきたいアイテムかなというふうに思うんですが、この大きめのジャケットにこのデニムのスカート、ロングスカートっていうのも前何かでも話したと思うんですけど、結構まあいろんなブランドから最近出てることが多くて、タイトなロングスカートを合わせてちょっとこうバランス取ってみました。ジャケットがすごく大きめなので、下はスッキリとした感じの印象を持たせたくてこのスカートを合わせてます。でまあそれにこのスニーカー、やっぱりこういうスニーカーは白ソックス、こういったちょっと長めの白ソックスとかが相性が抜群で可愛いと思うので、そんな感じで履いてます。トップスはこのオーバーサイズのニットを合わせてみました。すごくゆったりとしたラフな感じがメンズっぽい様子もありつつ、スニーカーとのバランスも取れやすいかなっていう風に思うので、このニットを合わせてます。でここにもあの黄色のラインが入っているので、このカラーともこう統一感が出てとても相性のいいニットなので、今回こちらを選びました。フリンジもねついてたりとかして、結構トレンドライクなオーバーサイズの、でもちょっと古着っぽいような印象もあると思うんですが、そんなニットを合わせてます。でバッグはこのスカートに合わせてデニムのバッグを持ってみました。全体的にこうちょっとズルっとした印象があると思うので、髪の毛はポニーテールキュッとまとめてスキンとした感じにしてます。ということで、まず1コーデ目はこんな感じです。はい、ということで続いてのコーディネートこんな感じです。じゃーん、このコーディネートはデニモンデニムなんですけど、めちゃくちゃ相性が抜群で私はとっても好きなコーディネートです。今回使ってるこのデニムのセットアップはステッチがちょっとイエローっぽい感じのカラーになっているので、この靴ともすごく相性が良くて自然に馴染んでくれて、とてもなんかこうまとまってる統一感のあるようなコーディネートが組めたかなと思います。でもちょっとバッグは外しでこのパールでちょっと女性らしさも忘れずにみたいな感じで、こちらのバッグを合わせてみました。ほんとこんな感じでもうザカジュアルみたいなコーディネートにメキシコロクロックもすごい相性いいと思うし、こういったデニムのセットアップになんかスタイリッシュな靴を合わせるのってイケオジっぽいコーディネートな気がしてて、私的にイケオジってすごい足元スタイリッシュな印象が私的にはあるんですよ。革靴とかマーチンとかも結構ギュッて紐ギュッて縛って履く人も多いと思うんですけど、なんかそんなような感じかな。足元スタイリッシュなイケオジコーデも私はすごい好きで、そんな雰囲気がちょっとあるんじゃないかなって思ってます。伝わるかなこれ。なんかさっきデニムね合わせてたと思うんですけど、さっきはちょっとこうブルーみが強いデニムだったと思うんですが、今回は割とブラックっぽい感じのデニムを使ってて、こういったとっても濃い深いデニムとかでもすごい相性がいいシューズなので、こんなコーディネートも可愛いんじゃないかなと思います。トップスはこのタンクトップ合わせました。春コーデをちょっと想像してコーディネート組んでいるので、ヘルシーなこのタンクトップにサッとデニムジャケット羽織るぐらいの軽い感じのコーディネートです。まあ、なんかまだちょっと寒いなっていう時とかは軽くマフラー巻いたりとか、この上からファーベストとかを羽織っても可愛いと思います。ということで次のコーディネート考えていきたいと思います。はい、ということで続いてのコーディネートこんな感じです。じゃーん、やっぱり海外ガールとかの着こなし、このメキシコロクロックの着こなしでこういったカーゴパンツとかと合わせるスタイルが多かったので、まあ、そういうのをイメージして組んでみました。イエローってこういうまあグリーン系、このラインだったりとかカーゴパンツもそうなんですけど、グリーン系とすごく相性がいいなっていう風に感じるので、まあ、グリーンとイエローみたいな感じで色をちょっとミックスしてコーディネートを組んでおります。でも小物とかこういったブラックバッグとかサングラスとかブラックでシンプルな感じでコーディネート組んでみました。すごいこの、 パンツのゆったり感、ボリュームのある感じのゆったり感にスッキリとしたスニーカーっていうのがめちゃくちゃ今っぽいので、このコーディネートはすごくコーディネートしやすいし今っぽいコーディネートになるかなっていうふうに思います。ということで次のコーディネート組んでいきます。はい、ということで続いてのコーディネートこんな感じです。じゃん、こちらのコーディネートはちょっとミニスカートを合わせてみました。このシューズ結構スカートとも相性がいいので、なんかこういった感じで白ソックス合わせてみたいな感じで着てもとっても可愛い
可愛いです。今回ブルゾンも合わせてるんですけど、なんか夏とかになったらゲームシャツとかユニフォームみたいな古着とかでもよくあると思うんですけど、そういうのとかとスカート合わせてこのシューズみたいな感じでもめちゃくちゃ可愛いと思います。イエローって本当いろんなカラーと相性が良くて、こういうネイビーとかともすごい可愛くないですか。合わせるとデニムのステッチとかでもよくイエロー使われてたりとかすると思うんですけど、そうだからネイビーとかでも合うし、グレーも合うし、カーキも可愛いと思うし、あとブラックも可愛いし、ホワイトとかも全然合うと思うし、意外とイエローって差し色にはすごく入れやすい、組みやすい色だと思うから、1個だけで見るとちょっとコーディネート難しそうかなって思うと思うんですけど、意外とコーディネート組んでみると組みやすいですね。すごい着回し履き回しができるからマジでおすすめのスニーカーです。箱ではちょっとレトロっぽい雰囲気があるかなって思います。このシューズ自体も60年代のインスピレーションも入れてるらしくて、すごくこうレトロな印象があると思うので、そういったコーディネートとかにも合わせやすいと思います。では次のコーディネート組んでいきたいと思います。はい、ということで続いてのコーディネートこんな感じです。じゃーん。ちょっとね、このシャツもうちょっとコンパクトなやつだったらよかったなって思ったんですけど、まあ、でもこれでもまあ可愛いかなと思いましてこちらにしましたが、本当はもうちょっとコンパクトなシャツが理想です。このコーディネートはなんだろうな、ストリートスタイルっていうか、なんかちょっとこうグランジっぽいような表現が難しいんですけど、クールなハンサムな女性みたいな感じのイメージです。このワイシャツを着ることで割とこうハンサムな感じにもなりやすいかなと思うんですけど、あとはまあこういったストールとか、最近そうなんですけど、こういうちょっと細めのストール、これでも若干太いかなって感じてるんですけど、本当にもうめちゃくちゃ細めのストールをこうすごいこうさらっと組みに巻くみたいなスタイルが結構海外で今多くて、そういう感じの女性をイメージしたコーディネートです。すごいこうゆるっとしためちゃくちゃワイドなローライズのパンツとかもよく履いてるイメージがあったので、それを合わせてます。でブルゾンはちょっとコンパクトな感じっていうか、今回はショート丈のねブルゾンを合わせてるんですけど、まあ、こういうレザーを合わせてみたいな、なんか海外のちょっとこうなんで言ったらいいんでしょうか、都会にいるヴィンテージガールみたいななんかわかるかな、おしゃれ感度高めの女性みたいなイメージでコーディネートしました。私的にはやっぱこのストールかな、ストールがやっぱりすごく今季は気になっているので、こういったストールもう少し集めたいなって思ってます。なんかちょっと細めなやつ、なかなかなんか売ってるところが少ないっていうか、どこにあるんだろうなっていうふうに思うんですけど、今探し中でもあるんですが、こういったスタイルも可愛いと思います。ということで、では続きのコーディネート組んでいきたいと思います。はい、ということで続いてのコーディネートこんな感じです。じゃじゃーん。こちらのコーディネートはめちゃくちゃカジュアルラフな感じのコーディネートですね。でもちょっとこう足元に色があることで一気にこう垢抜けておしゃれな印象が出るかなと思います。結構私このコーディネート好きかも。春とかちょっとやりたいなって思ってます。このベストね、あの古着でゲットしたやつなんですけど、こういったベストって白 T にデニムだけでもすごいシンプルで可愛いとは思うんですが、ちょっとこういったベストをレイヤードするだけでよりおしゃれに見えたりとか、コーディネートのそのワンパターン感みたいなのも防げるんじゃないかなと思うので、すごい持っててもたくさん使えるんじゃないかなと思います。今回デニムを合わせてるんですけど、もともともなんかカーゴパンツとかでもすごい可愛いと思いますし、スウェットとかでも可愛いと思うし、いろいろとこう組み合わせ考えていけるかなっていうふうに思います。バッグはちょっとこちらのちっちゃめのバッグ、ハンドバッグを持ってみました。結構シンプルな、ね、コーディネートだと思うので、ちょっとこういうバッグでアクセントのあるようなポイントのあるようなバッグっていうのを持ってきてあげるとコーディネートも組みやすいし、ちょっとこう個性的なコーディネートになると思うので、こういった感じでシンプルなコーディネートの時とかはワンポイント加えてあげると可愛いんじゃないかなと思います。ということで次ラストのコーディネートかな、考えていきたいと思います。はい、ということで最後のコーディネートこんな感じにしてみました。じゃじゃーん。ちょっと最後のコーディネートはドレスアップしたような感じのコーディネートですね。デイリーコーデっていう感じではなくて、ガールズナイトみたいな女子会夜出かける時みたいな感じでイメージして組んでみました。なんかこういうちょっとドレッシーな格好
とかにポンってスニーカーとか合わせてあげても、なんかこうドレッシーになりすぎずにカジュアルに着崩せて可愛いかなっていう風に思ったので、このドレス前購入品でも紹介したと思うんですけど、こういった感じで合わせてあげても可愛いんじゃないかなと思います。どうだろう、私はこういったミックススタイルみたいなのがすごく好きなので、こういったドレッシーなコーディネートってブーツとかでもね可愛いんですけど、もちろんちょっと崩しでこういったスニーカーとか合わせてあげてもいいんじゃないかなと思うので、他のアイテムはすごくモノトーンな感じで色を抑えているので、足元にこういうのイエローカラーが入ることでよりここがポイントになりますし、なんかつまらなくないコーディネートができるかなと思いますので、こんなコーディネートもいいんじゃないかなと思います。私今回結構ゴールドのアクセサリーをずっとつけてると思うんですけど、やっぱりこういったイエローカラーってゴールド、もちろんシルバーでも可愛いですけど、ゴールドと合わせてあげても同じこうトーンというか同じ系統のカラーだと思うので可愛いんじゃないかなと思います。ということでラストのコーディネートはこんな感じです。はい、ということで以上7コーデかな組んでいきました。どうでしたでしょうか。さっきも言ってましたけど、本当にいろんなコーディネートに合わせやすくてめちゃくちゃ履き回せるし、すごい可愛くて、これから多分履く人どんどん増えるんじゃないかなっていうふうに私は個人的に思っているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。あの形自体がすごい可愛いっていうのもあるんですけど、他にもいろんなカラーあったりするので、お気に入りのカラーとかを見つけるのもいいかなっていうふうに思います。トレンドをね履くっていうのが全てではないとは思うんですが、私は最近よく見かけてて、しかも可愛いなって思ったシューズだったので今回は紹介してみました。これからシーズンも変わるし、新しくお買い物しようかなって考えてる方も多いんじゃないかなと思うので、ぜひ参考になったら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。